ビギナーランニングマガジンへようこそ。感想教員牧野です。3月にですね、ランニングスタイルのムック本超回復ラン、これが発売されまして、今回はこのランニングシューズの Q&A だとかトレーニングの区分けを紹介しておりますので、ぜひ Amazon など、あと書店などでお買い求めください。それではスタートしましょう。今回紹介するシューズはニューバランスフューエルセルレベルを紹介したいと思います。まあ、このシューズですね、昨年、発売されてですね、5280先駆けて出たんですけれども、この前足部のフューエルセル、全体的にフューエルセルなんですけど、特にスパイク的に作ったということで話題になりました。2019年の中ではですね、サッカニーの先日紹介したレイザー3のハイパー、これと僕も匹敵するぐらいすごい面白かったシューズですね。それをレビューしていきたいと思います。まあ、まず最初に気になるのはこのアッパーですね。でトレースファイバーって言いますけれども、簡単に言うと刺繍、これを編み込むように作っている独特の作り方ですね。これがまずはこの全体に、ね、作られていると、なんか一見見するとニットっぽいんですけれども、これが全部中まで入っているんで、これちょっと中も後で見せたいと思います。そしてなんといってもヒューエルセルのミッドソール、まあ、見てわかる通りですね、こう反ってますから、この位置で着地するよと、ね、この位置ですね。だからここですってことですよね。まあ、よく考えられてますよ。 MBT でもありましたけど、着地する位置決めてますから、フラットで反り上がってますけども、ここの位置でしっかりと踏み込む、だからもうスパイクの形状をここにしているわけですから、ここでしっかりと踏み込んでくださいよ。やはり真下の着地で跳ね返るという構造をわざわざ示してくれてるというのが特徴ですね。はい、ヒールカップですね。結構ここ柔らかくできてますけど、この部分だけカップが存在してます。ですから意外に浅くできていますね。まあ、そうするとほとんどの小骨は当たりにくいのかなっていうのもね、見た感じしますけど、まあ僕としてはここにあるので、あんまりそのかかとのフィット感っていうのは特に違和感もなくっていう感じでしたね。したがってアウトソールのね、作りも後方部は少なくして前足部の方に大きくグリップ作ってますから、こう見えてるだけでは、まあ、ヒールストライクにはならない靴ですよということがよくわかります。実際走るとこのロッカー構造的な走りになるんで、推進力が増すので、実は TC 先日、まだたくさん入ってないんで何とも言えないですけど、僕レベルの方が結構好きかなと、これにぶっちゃけカーボン入れてほしいかなってぐらいのいいシューズですね。はい、上から見ましたけど、これは面白いですね。かなりはみ出てる、この部分がはみ出てますね。これによって安定感が生まれますから、こんなにはみ出てるってのは珍しいですね。で、この部分ですね、土踏まずの部分を上げてますから、まあ、プロネーションを抑制しつつ、スピネーションにも置きつつっていうところでバランスがよくできている靴ですね。内部の構造を見ていきましょう。見てわかる通りですね、シューターが全部もうくっついてますね。中から見て、したがってこう、ね、伸び縮みはしますね。中もこのような感じです。ですからちょっと変わってますね。でシューホールも、購入した時にはここに紐が通ってますけど、ちゃんとホールはありますので、これはもうご自身のフィット感に合わせて、ね、紐を結び直してもいいのかなと思います。さあ手で転がりを見てみましょう。続いて他のクリフトンです。クリフトンの方が安定して転がりますけれども、ヒューエルセルの方は転がりすぎてしまう感じもありますよね。スケッチャーズですね、レイザー3、
これもなかなかいい安定感です。さあニューバランスヒューエルセル紹介していきましたけれども、このレベルに関して、まあ、ヒューエルセル全体に関して言うとスパイクってことをすごくイメージしていますので、まあ、単純に言うと半蔵はマラソン長距離というところをもともとモチーフにしている、大きな違いはそこでコンセプトが違うのかなと思います、ね、でしかも決められた着地になりますから、まだかなり、鍛錬しておかないと履きこなせないかもしれませんし、逆に履きこなせるとかなり楽しいシューズです。僕はかなり好きなシューズですね。今回紹介したのはヒューエルセルレベルでした。次回もお楽しみください。感想を OK に牧野でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。